おはようございます。今日は5月4日です。朝5時の相場解説になりますけども、その前にちょっと昨日をね振り返ってみたいと思います。3日の夕方19時です。やっぱりね収束してこのような形になりました。トライアングルできてますよね。これがペナントになります。でこっからですね、今5時の時間帯を見てみますと、こういう風になってます。さらに解説するなら、こういうふうに収束したものが今はこの形レンジに入ったわけですよね。ですんでお話した通り、このレンジオプションからの、まあレンジオプションって言ってもね、このレンジの中でバイセルで取るってことはちょっと難しいと思いますけども、ここのブレイク狙いになりますんで、今移動平均線見ていただいても分かると思いますけども、横一直線になってるでしょ。これが私はこっちにブレイクするときを待っているんですよね。もう気持ちはバイの方に入るようにもうなってますんで。まあブレイクっていうのは下の方に行く可能性もあるんですよ。まあけど他の時間軸を見たり、今までの例から私はね、まあこちらバイの方に9割ぐらい傾くんじゃないかなと思ってます。まあですんでそこを狙って、このボックスを出たあたりからエントリーして、135円の方を目指すために、ポジション取りをしていこうかと思いますけどね。まあ今日お話するのはそんなとこでございます。他は特にありません。なんかありますかね。ない。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。